韓国政府は26日新型コロナワクチンを1回でも接種した人は7月から公園など屋外でマスクの着用義務が免除されると発表しましたまた利用者が多い屋外の施設や宗教活動などでもワクチンを接種すれば人数制限の対象から外す方針です韓国ではワクチン接種の予約が予定より少ないためさらなる接種を促す狙いがあるとみられます キム・ブギョム首相は国民が接種効果を体感できるようにしたいと述べ今後も追加措置を検討するとしています。